はい、どうも、かっぱ園長です。じゃあね、今日最後のお話は、この節税目的で、このシンガポールに渡った人は、大体こうなっちゃうんですよね。てへ、みたいな。そういうお話まあ、これ聞くと、もうね、まだほら、どこの誰っていうのは別にこの特定もしてないですけど、なんとなくこのみんな同じ人の顔を浮かべてると思うんですよ。おそらくね。まあ何言ってるかって、これ僕前もね、こういう話ってちょこっとしたことあったと思うんですけども、この僕のこの周り知り合いにもやっぱりそういう感じの人って何人かいらっしゃって、なんかまあその節税目的で、まあ一時、まあ今でもそうなのかな。まあいくつかほら、ね、この話題になったとか有名になった、そういうこの世界各国のこの国、地域ってあったじゃないですか。ね、シンガポールもその一つでしたけども、まあ、あとはまあ最近新しいってことは新しくないか、まあ、ドバイとかもそうですよね、あとなんだろう、マレーシアとかもそうだったかな、なんかいくつかあったと思うんですけども、なんかやっぱりこの節税目的でそもそもこの外国に行って、そこになんかこのなんていうの、この5年とか10年とかそれ以上、もうその土地にこの骨埋めるみたいな、そういう感じでこの、居続ける人ってそうそういないですよね、僕の周りの人たちも大体この帰ってきちゃうんでっていう話しか聞かないですね、まあ有名なところで言うとやっぱこのシンガポールも含めたこの東南アジア諸国はやっぱりこの気温が高いのもそうだけど、この湿度がやっぱりこの高くて、っていうのもあるし、あとはこの、まあ、さっきちょこっと言ったこのドバイ砂、やっぱりこの呼吸器系が、ね、日本人ちょっと対応しきれなくてきつすぎて帰ってきちゃうみたいな、まあ、何にせよ本当にその移住先の、ね、この国地域の何がこの良くて、好きで、いやここがいいんだよシンガポールのっていうんで行ったわけじゃないじゃないですかね、その国のこの文化とか風習とかなんかそういう何かね、いやなんだかんだいろいろね、日本と違ってね、例えばシンガポールはシンガポールで、ね、こういうところがいろいろとあれなんだけども、それでもシンガポールがいいんだよつって言ったわけではないから、こういう感じになるんじゃないの、まあ税制で優遇があるからっていう感じでね、最初はね、よしよし、しめしめと乗り込んだつもりなのかもしれないですけども、まあねしょうがないじゃないですか、だいたい 1,2 年らしいですよね、節税目的で例えばシンガポールに渡った人なんかは、まあ、でもシンガポールに限らずだいたいそんなもんじゃないですか、1,2 年で帰国してくると、まあ、シンガポールの場合はその暑さ、湿度、あとこのすぐ飽きるとっていうとシンガポールの人にだちょっと気悪いですけども、まあ、あと何よりね、ほらもうね完全にこのなんだろう、明るい北朝鮮じゃないですけども、もう監視国家なんで、息苦しさに耐えられなくて、もう音上げちゃうらしいですよね、そう監視、これはちょっとなんかそうだったのって、ね、ちょっと意外に思う人、いるかもしれないですけど、そうなんですよね、西側のこの北みたいな、キム兄弟がいないだけの北みたいな、そういう感じです、ちょっと言い方乱暴かもしれないですけども、でそこでやっぱりね、なんていうのかな、治安はいいのは確かにいいのかもしれないですけども、やっぱりこの息苦しくて、ね、ここではもうやってらんないっていう人ってやっぱりほらね、限度あるじゃないですか、あんまりこのギュ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 締め付けられるね、やっぱりそういうなんかこの抑圧されたまま、生き続ける、冗談じゃねえってうわーってなると思うんで、でまあなんかそれはさておき、このやっぱ節税でっていうとね、このオリラジの中田さん、ね、オリラジの中田さん真っ先に思い浮かべましたけども、あの人ってまだシンガポールで暮らしてるんでしたっけ、まあ日本に帰ってきたっていう話は、なんか一時的に帰国はなんか暮れとか正月とかそんなんでしたっけ、まあ確かまだシンガポール、在住、シンガポール生活は続けてるような気はするんですけども、なんでしょうね、いらんお世話だとは思うんですけども、やっぱりこの節税だけっていうのがやっぱりね、
人生やっぱ節税だけじゃないじゃないですかね、大事だと思いますよ、うん、でも節税だけで考えるんだったら今だったら砂を我慢してドア一択って言われてますけどもね、うん、まあ国際条約署名していても履行しないんで、まあ、通報されたりしないんですよね。逆にシンガポールはそういう意味ではまあなんかあの言いなりというか、まあだからこのすぐ通報して引き渡しっていう、うん、なんか悪いことして逃げ切れるかどうかっていうその判断もおかしな話ですけども、うん、だってそもそも節税でっていうね、税金対策で移住するっていう発想がもうほらって僕は個人的には思ってるんで、ね、別にそういう選択をした人をどうこう言うつもりはないですけど、僕個人的には真似したくはないかな、うん、いやまあそんなにねあれもないんですけども、僕だったらですよ、うん、でまあだってシンガポールね、シンガポールなんかこの割ともしかしたら日本国民ね、我々日本人からしたらなんか素晴らしい国の一つみたいな、割とこの身近なね、このいい国の一つみたいな捉え方してる人の方がなんか多そうな気がしますけども、まあ独立して一貫してこの人民行動党のこの一党独裁体制が続いている独裁国家の一つですよね。でこのシンガポールのこの選挙はこのもう勝者総取り方式が採用されてるんで、もういわゆるこの野党なんていうのはもう存在価値もないね、あるにはあるんですけども、そもそもがね、はなっからこの当選できない仕組みが確立されてるんですよ、うん、だからまあシンガポールは、あとシンガポールだけじゃないな、この隣のこのマレーシアにも確かこの人民行動党っていうこの衛星政党であるこの民主行動党っていうところが議席を持ってたりするんで、うん、あとまあこれはな、中田さんのこの奥さんの方がなんか言ってましたよね、兵役ですよね、うん、お子さんにこの兵役のこの義務が課せられる、うん、ね、猛反対っつったってね、そういう制度のそういう国に行ったんだからね、反対も何もないですよね、それこそ強に行ってはですよね、うん、だって同じこと逆にね、よく日本がやられている、ね、よその国から来た人が、ね、そのよその国の人たち その祖国母国の当たり前普通を無理やり日本に持ち込もうとして何なんだよってね、うん、よくあるじゃないですか、あの土葬の件とかね、うん、であとそうですかね、まあ、その定年後 この移住先、うん、あの節税とかうんぬんじゃなくて定年後の移住先としてこの例えばシンガポールに行った人も半年から1年あればこのシンガポール国内ほぼほぼ回りきると、で他に行くところもなくて、だからそういう意味です、このさっき飽きるって言ったのはそういう意味ですよね、うん、大体1年から2年長くても3年ぐらいの間には、まあ、帰ってくる人が多いって言われてるんですよね、うん、まあ、そういえばね、移住したとはいえなんかこの会社も辞めてコンビも解消してね、うん、なんかこう乗り込んでった中田さんもなんだかんだちょいちょいね、割とこのすぐ帰ってきたりとかしてましたからね、やっぱなんだろう、楽しむというかなんかその国のこの住人として生きていくってなると、なんだかんだ言って日本暮らしの方がね、いろいろと、うん、充実した人生を送ることができるんじゃないんですか、うん、って思いますけど、どうなんでしょうね。シンガポールに住んだこともないのに、僕が偉そうなこと言うのはあれではないっていうのは承知の上で、それでもなんだかんだ日本がいいっていう、なんかさね、最近この言い切れないこのなんかイライラがね、もうたまったもんじゃないですよね。どうしてくれるんだよクソ坪議員どもめということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。